オープニングです。以上、頑張らないとみやでした。はい、じゃあここメールいきますか。はい、じゃあこれはヨミさんから。はい、ニコニコネームリンさんからいただきました。今僕らの、友達の間で、電車のアナウンスのモノマネをうまくやる勝負が流行っています。次は渋谷渋谷などです。皆さんも、車掌さんの、特徴を捉えて、やってくださいということです。これはどうしますか、皆さん。誰がいいですか。新谷さんのふざけんな。新谷さん、お前よ。お願いします。お願いします。新谷さん、お願いします。なんでなんでだよ。はい、杉さん、どこ行けがいいですか。まあ、まあ、東京の、まあ、はいはい、真ん中というか、はい、新宿駅とかに、はい、してもらえますか。はい、到着した時に、はいはい、じゃあ、はい、ちょっと待って、どうなんだっけ、ちょっと思い出すよ。まあでもこれでいいんじゃないですか。はい、もういいよ。はい、まあ、新宿にしてもらってな感じで。はい、はい、いいですか、皆さん準備いいですか。準備はまだです。まだですか。まだです。いいですか。まあ、なんとなくでいいよね。はい、なんとなくで、はい、はい、すいません、お願いします。はい、次は新宿、新宿大売りの際はお休み…あ、そんな言わねえか、電車。言わないね。それ、たぶん、あの、新幹線。新幹線。新幹線だね。新幹線だね。まあ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 全然全然、うん、若干暗かったけどね。暗かったですね。うん、ちょっと暗いけど、たまにさ、あの、やる気のやついる。あ、そう、あ、たまにおとなしめの人がいますよね。そんな、それをちょっと真似てみた。あ、そっちはね。そうそうそう、これもう全部言っていいのかな。じゃあ、はい、はい、はい、ニコニコネーム、リエさんからです。こんばんは。はい、ジョギングしているそうですね。質問なんですが、ジョギングしている間何を考えて走ってますか。ちなみに我が家の母も最近目を聞きながら走ってます。おお、ありがとうございます。嬉しいっすね。皆さん、何のあれですか、ね、どういうことを考えながら走ってますか。無ですね。無、うん、何も考えずに、うん、何も聞かない。あ、聞いてないんだ。聞かない。おお、うん、俺はですね、あれですよ、やっぱりあのロッキーの。あとなるほどね、うん、なるほどね。うん、はい、あ、よち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 、あ、よち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 。まあ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 、あのロッキーのテーマを聞きながら走ってますね。はい、うん、それもずっとリピートで、リピートで、あー、はい、一曲を、はいはい、なぜそれを。いや、燃えるんですよ。あ、燃える感じで、ね、はいはい、そんな感じですかね。はい、はいはい、じゃあ、しんさん読むんですか。はい、ああ、ニコニコネームリンさんからです。はい、ナイトメアの皆さん、こんばんは。こんばんは。実は今度彼氏と海に行くことになったのですが、水着がまだ決まっていません。はい、ナイトメアの皆さんはどんな水着が好きですか。なるほど。皆さんはなんだろうね、どういうのが好きですか。そういうのか、なんだろう、セクシーなやつ。セクシーなやつ、うん、というとどういうセクシーさ。何色がいい。色、水着ってだけで大概セクシーだと思うの、うん、中でも水着で なんでそんな顔するのよ。水着の今撮ってたかな。今の水着の、あー、どうだろう、中で入ってたかな。中でもって言った時にいい顔してたんだよ。どうだろう、水着ってだけでセクシーですよね。まあセクシーですね。その中でもセクシー、より際どいやつがいいとっていうのはどういう際どい、うん、まあ、うん、うん、際どいじゃないな、うん、何じゃない。言っちゃうな、そんなね。ダメだ、こうやってこうカメラのある前で顔隠してくるのダメよ。ね、まあ、色はじゃ、色色、いや、色なんでもいいっすよ。なんでもいい、なんでもいいっすよ。なんでもいいんだ。なんでもいいし、はい、え、あ、僕ですか。僕はそういうビキニですかね、やっぱ、うん、はい、ビキニってビキニって形しかないの。どうなんですか、いろいろ種類あるんですか、ビキニは。
なんでニヤ笑うえ、な、ニヤさんニヤさん俺さ、たまにあんじゃん、こういうのえ、どういうの、アウトニヤさんですか、えあー、ニヤさんですね、じゃあおいでおいでおいでああ、かわいいねかわいいねおいでおいでおいで、あっちへ、アウトあれほらおいで今日 何食べた、あつかちゃん何食べた、食べてない、じゃあ、ね、あと一緒飲みこかうん、あれだなるほど、ね、あれだあれだね、だいたい、だいたい、だいたいね、なんとなく見えてきましたね、うんうん、はい、なるほど、はいはいはい、季節的にね、うんうん、かなとは思ってたけど、うんうんうん、で、一気になってそうですね、で、ニーヤが笑ってたんだよね、笑ってました、はい、季節さんはどうですか、何でしょうね、あんまりその見たことないんですけど、うん、いろんな部品っていうのは、うん、でもあのスカートみたいについてるやつあるじゃん、はいはい、ああいうアウトー、何でしょう、なんでだったのかなスカッチャなんで、なんでなんだろうね、はい、うん、まあ、あれあれなのかな、どんかな、まあ、そんな感じですかね、うん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 、はい、ということで、はい、本日も夜11時からお送りしてきた爆裂ナイトメアですが、うん、そろそろお別れの時間になりました、はい、ここでもう一度先行予約のおさらいをします、ただいま予約受付中なのは10月22日三郷市文化会館大ホールからスタートするツアーナイトメア10th Anniversary スペシャルアクトボリューム3ヒストリカルザ・ハイエストナイトメア、日程会場についてはユミ君から、はいはい、ですね、はい、ナイトメア10th Anniversary スペシャルアクトボリューム3、はい、ヒストリカル、はい、ザ、はい、なんだっけ、エスト、はい、ナイトメアはですね、10月22日、三郷市文化会館大ホールを皮切りにですね、うん、12月23日仙台サンプラザホールまで、はい、20公演ですね、はい、もう今回はいいですね、はい、行かないね、はい、行かないです、行かないです、多分ね、このままだと、はい、読んでる間にもう曲いっちゃう、あ、はい、すいません、はいはい、バチです、はい、なので、はい、チケットは、5500円、お一人様4枚まで購入できます、受付時間はこの後深夜の4時までです、受付予約、先行予約受付 URL は運営コメントで表示しております、なおこの URL はパソコン携帯共通となっております、そして8月25日には本日オンエアした埼玉スーパーアリーナの DVD そして CD ナイトメア 10th Anniversary スペシャルアクトボリューム1ジャイアニズム天魔覆滅がリリースされます、さあ最後に NG ワードの発表です、一体5つの NG ワードとは何だったんでしょうか、う後ろのモニターに注目です、ああ、あ、なるほどね、スイカはなかったね、アウトー、ニーヤ言っとくけどこの番組は終わってないからおいでほら、スカちゃん今日何飲む何飲みたい、ビール焼酎がいい、スカちゃんビールは飲みたいっすよこの5つだったんですね、うんうん、なるほどね、うんうん、5番目はあんま出てこない、うん、まあ、読んじゃったけどね、うんうんうん、まだ終わってないですからね、と、うんうん、いうことで今日の罰ゲーム回数は、はい、新谷君3回、うん、ヨミ君2回、うん、杉君8回、うんうん、なるほど、いまだにいつもトップなんですよね、うん、これ、まあまあまあ、2番で2番でいった、2番でいった、ああもう終わりだと思って安心しちゃったよね、ねえびっくりしちゃった9回ですね、杉君9回でしたよはい、ということで、久しぶりの登場だったニーヤ、今日の放送はどうでしたか、今日はねちょっと散々ですね、散々ですよ、なるほど、まあでも楽しいのに、まあ、楽しかったからいいけどね、どうですかニーヤの今度いつか司会を、うんうんうん、
やってみるの。これはいいや。見たいけどね。見たいね。アウトあ、そう。これまだ終わんないですか。うん、もうちょっといいですけど。ちょっと。これで204回です、ね。あー、つかちゃん、つかちゃんいい子だな、つかちゃん、ひげ濃いな。もう、猫なのかな、うん、もう動物だよ、はい、うんうん、ということで、次回の放送は9月9日木曜日の夜11時からです。え、なんだ次回は。あ、2日なの、うんうん、あ、9月の2日です、うんうん、ごめんなさい、9月の2日の夜11時からです、うん、はい、ということでここでお別れなんですが、はい、エンディングは8月25日に発売する僕たちナイトメアのライブ DVD ナイトメア10th Anniversary スペシャルアクトボリューム1ジャイアニズム天満覆滅の中から、はい、ジャイアニズム死をお聞きください、はい、それではまた来月、うん、ナイトメアの質疑とヨミとニーヤでした。さよなら、バイバイ。Take your wacky head!